エピソードを選びましょう。さあそういうわけで君たちの活躍に期待だ。若さでムンムン、肌はムチムチって感じで頑張ってくれたまえ。キリア先生、どうしてそんな格好をしているの？ち、ひばりちゃん、それは言わない約束だよ。え、でも。あんな変態みたいな格好をしているのはきっと何か理由があるんだからさ、そっとしておいてあげないと。忍びは組織の命令には逆らえないしな。わかった、気づかないふりをしてるね。ん？ユウたち、何をコソコソしてるんだい？いえ、なんでもないです。オッケー、なら一つ約束だ。僕の正体には大会中には言及しない。これは紳士淑女のルールだからね。きちんと守るように。ハハハハハ、グッバイ。行っちゃった。でも優勝したら何でも欲しいものがもらえるなんて最高の話だよね。みんな、うん、思いっきり頑張る。ひばり、欲しいものがたくさんあるから。俺もやるぞ。優勝してひばりの欲しいものを手に入れてやる。そんなの悪いよ。ヤギュウちゃんはヤギュウちゃんで自分の欲しいものをゲットしてよ。いや、全く悪くない。俺の欲しいものイコールひばりの欲しいものなのだ。でもまあまあ、そんな話は優勝してから考えてもいいのでは。私にメールですわ。え？なんですって？どうしたの、イカルガさん。お兄様からメールがありまして、優勝したら何が欲しいか決めたか、まだ決めてないなら俺にも案を出させろと。やつはその話をどこでどう知ったんだ。見上げた地獄耳だな。困りました。どう返事をしましょうか。それこそイカルガの言うように優勝してから考えればいいんじゃねえか。とりあえずは純粋にピチピチスプラッシュを楽しもうぜ。ほら、予選1回戦も始まるみたいだしょ。びしょびしょ、スケスケ、ポロリ、これはまさにあたいのための大会だぜ。ですねですね。それじゃあ勝姉様、最初のターゲットは私にしてください。私、勝姉様のスケスケも見てみたいです。あ、でも味方同士だと打ち合いできないんですかね。お、早め、ノリノリじゃないか。よっしゃ、思いっきり楽しもうぜ。はいです、皆さんよろしくお願いします。今日のおすすめはですね、それいいことなんですかね。
お邪魔じゃないでしょうか。邪魔だなんて、その逆です。とってもウキウキしていますよ。本当ですか？よかったです。よっ、毎日ちゃんと訓練を積んでいるのがしっかりと伝わってきたぞ。だよね、びっくりしちゃったよ。嬉しいです。憧れの先輩方にそんなこと言っていただいて、私は今心の…さすがは次の選抜メンバー候補だな。これからが楽しみだ。え、次の選抜メンバー候補？ああ、前にキリア先生から聞いたんだ。あやめが次の選抜メンバー候補に上がっていると。本当ですか？そっか、あたいたちが卒業したら選抜メンバーに2人も空きが出るんだもんな。卒業、そうですね、もうそんな時期なんですね。ま、代わりに入ってくれるのがあやめならあたいは歓迎したいな。ありがとうございます。だがな、あやめ、選抜メンバーでやっていくのはそんな生優しいものじゃないぞ。特に選抜メンバーのエロ担当はかなりの重圧と戦わなければならない。人一倍の努力とセンスが必要だ。何の話だ。というわけで、あやめ、次の試合までにお前を見極めてやる。お前が半蔵のエロ担当になれるかどうかな。え、私がエロ担当になるんですか？お前には素質がある。あたいの後を継いでエロ担当として輝くんだ。わかりました。後を継ぐだなんてお言葉をいただけた以上、頑張らせていただきますよ。じゃあ早速テストだ。お前のポテンシャルをチェックしてやる。あたいについてこい。はいです。あやめちゃんが新しい仲間になるかもしれないんだ。なんか楽しみだな。イカルガさん、どうかしたんですか？え、いや、なんかぼーっとしていたから。そんなことはありません。さあ次の試合の準備をしましょう。やっぱりなんか変だと思うんだけど、気のせいかな。素晴らしい評価です。みんな聞いてくれ。あやめの試験が終わったぞ。結果を発表する。ドキ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 。あやめは合格。彼女のエロセンスは必ずや半蔵学院の未来を明るいものとするであろう。い
早め。我が半蔵学院のエロ担当として燦然と輝く星になれ。それが試験官からの最後の言葉だ。イエスサーです。で、どういうテストだったの？それは言えません。あんなことやこんなこと、カツネ様はいろんなことをしてくださいましたけど、具体的な内容は絶対に言えません。なんだよ、照れるなって。今回の試験は大きく分けて2種類の実技を行った。一つがおっぱい実技で、もう一つが太もも実技。おっぱい実技の方は縦揺れ具合、横揺れ具合、最後に感度をチェックさせてもらった。こんな感じでな。いやー、やめてくださいよ。その手つきでいろいろ思い出してしまいます。そして太もも実技の方は、もういいですよ、だいたい察しがつきますから。私、カツネ様に認められたので思い切って告白しちゃいますね。え？告白？実は私、中学時代に一目惚れしたんです、カツネ様に。え？それからずっとカツネ様は憧れの存在で、いつか心ゆくまでセクハラしてほしいなって思っていたんです。変わったやつがいるもんだな。ほら見てください、この具足だってカツネ様に憧れて自分で作ったんです。おお、言われてみれば。だがな、あやめ、あたいのセクハラはしてほしいって言われてするほど安いものじゃないんだ。そんなの初耳だぞ。やっぱりそうじゃないかなと思っていたんです。でもあやめちゃんは信じちゃったみたいだよ。あたいにセクハラされたければもっともっと魅力的な女にならなきゃダメだ。やれるか、あやめ。よし、それじゃ早速特訓だ。おっぱいプルンプルンランニングから行くぞ。ついてこい。はい。ああ、カツネ、あやめちゃん、予選の2回戦が始まっちゃうよ。おっぱいプルンプルンランニングは後にして。
ね。本当ですか？これも勝姉様のおっぱいプルプルランニングのおかげです。まっこんなもんかな。あやめちゃんが選抜メンバーに入ったら楽しく一緒にやれそうだね。楽しくやれそう。え、どうしたの野球ちゃん、すごい殺気だよ。あやめが選抜メンバーに入ったらひばりのことを好きになるかもしれん。そうならない。ひばりに近づく者には死あるのみ、当然のことだ。もうあやめちゃんは勝姉に夢中みたいだから、そんなことになんてならないよ。だから安心して柳生ちゃん。そうか、ひばりがそう言うのなら俺は別に。あれ、柳生ちゃんどうしたの？真っ赤な顔をして、なんだかタコさんみたい。うるさい。さあ、あやめ、また特訓するぞ。今度はお尻プニプニスクワットだ。了解です。でもお尻プニプニスクワットってどんなトレーニングなんですか？よくぞ聞いてくれた。あたいが指を2本出しているから、そこにお尻を下ろすんだ。するとどうなる？ピクンヒヤーンってなります。その通り、イヤーンってなった時の反動でスクワットが何回でもできるってわけだ。なるほど、天才ですか勝姉様は。なんだかあやめちゃんが来てすごくにぎやかになった感じ。最高の評価です。イカルが、ため息なんかついてどうしたんだ？また兄貴から変なメールが来たのか？ええ、お兄様からはメールは来ていますが。なんだって言うんだ？メールの内容は、俺の欲しいものはただ一つ、世界一のカリスマになることだ、とのことです。なんであたいたちが頑張ってイカルガの兄貴をカリスマにしないとならないんだよ。とりあえず今返信します。その願いは意味がないと思います。お兄様はすでに世界的なカリスマですから。と、うまい、すがは妹だな。あ、お兄様から返信が来ました。照れだそうです。とりあえず兄貴のことは解決だな。これで悩みも吹き飛んだが。あ、はい、そうですね。それじゃ次は予選3回戦だ。みんな気合を入れていこうぜ。ですね、
私も頑張っちゃいますよ。行きますよ。気持ちはわかるぞ。いつになったら生きのいいピチピチギャルと打ち合いできるんだ。そういうため息だろ。そんなため息をするのはお前だけだ。私と皆さんでは動きが違うっていうか、なんか差を感じちゃって。でも私気にしません。え？だってこんなことで落ち込んでたら選抜入りをかけた試験も通らないと思うんです。前向きに前向きにぐるっと回って前向きに、それがもういい心がけじゃないか。それでいい。頼もしいぞ。羨ましいですね。私も見習いたいです。え？あ、いえ、何でもありません。ただ純粋に羨ましいなと思いまして。私は時としてあやめさんとは逆の性格が出ることがありますから。イカルが、ごめんなさい。少し一人にさせてください。カツ姉様、見ていただけましたか？イカルが、水臭いぞ。はい？何ですか？お前、兄貴のこと以外に
悩みがあるだろう。あたいの目をごまかせると思うなよ。あ、おい、イカルガ。葛城さんは卒業のことをどう考えていますか？卒業？ああ、卒業試験のことか。すごい難しいって話だよな。だけどそんなの関係ないね。あたいは両親のことがあるから絶対に卒業して忍びにならなきゃいけないんだ。そうですよね。おいおい、まさかお前プレッシャーを感じているのか？え？だったら心配するなよ。お前みたいな優秀なやつが卒業試験をしくじるわけないだろ。葛城さん、実は。ちょっと待て、なんだこの木は。ウヌラ、久方ぶりの再会ぞ。大道寺先輩、どうしてここに？どうして？それは愚問なり。強き者の匂いに導かれここに参った、それだけのことぞ。ウヌラ、心の準備はできておるか？至極の打ち合いを期待せん。大道寺先輩、大道寺先輩ってあの伝説の大道寺先輩ですか？伝説？はい、地球の地軸がずれているのは大道寺先輩のせいだとか、月の表面がボコボコなのは大道寺先輩が暴れたからだとか、他にもいろいろ有名な伝説をお聞きしてますよ。さすがにそれはいいなだ。またまた、謙虚なお方なんですから。とにかくお目にかかれて本当に嬉しいです。イカルガ、何事ぞ？はい、何でしょうか？ウヌからは覇気が感じられぬ。何事ぞ？そんなことは。覇気のなき者にムチムチスプラッシュを戦う資格。大道寺先輩、名前が間違ってます。うむ、ガチムチスプラッシュを戦う資格なし。言い直しても間違ってます。名前など些細なこと、我が求めるのは戦いなり。ですね、ですよね。銀河系クラスの有名人にとってそんなことはどうでもいいです。それも間違っておる。いいな、間違いなど全てどうでもよい。とにかく我と至極の勝負をしようではないか。まさか予選の4回戦で大道寺先輩みたいな強い人と当たっちゃうなんて。でも逃げるわけにはいかないよね。その勢いよし、さあかかってくるがいい。わかりました。それじゃあよろしくお願いします。どれにする？決めてくれ、決めてくれ。出撃する。全力で来るがいい。ただの水鉄砲でも
我の気合が入れば大砲と勝つ。さすがですね。でも私も負けませんよ。水鉄砲に気合を注入してバズーカ連射するくらいの意気込みです。耐えぬ。もっと、もっとだ。ではミサイル。いいぞ、いいではないか。大道寺先輩、いつも以上にテンション高くない？優勝して欲しいものでもあるんじゃないか。見るな。残。はーい、そこで終了。ゲームセット。我としたことが。ウヌラ、よくやった。しかし怒るがウヌはならぬ。え？ガチムチスプラッシュをかわしているうちに我にはお前の迷える心が伝わってきた。そのようなことで卒業試験をパスできると思うのか？あ、ごめんなさい。少し一人にさせていただきます。おい、待てよ、イカルガ。イカルガ、お前本当に卒業のことで悩んでいるのか？ええ。いやお前なら大丈夫だって。何を心配する必要があるんだよ。心配と言いますか、まあ気持ちはわからなくもないけどな。あたいたちを待っているのは卒業試験だけじゃないし、無事に卒業できたとしても前任としてやっていけるかって問題もある。それはそれで別物の悩みだよな。ええ。それにあたいたちには妖魔の親玉神との戦いも待っている。だけどよ、そんなの今から考えたって仕方ないぜ。なるようになれ、気にすんなって。そうですね。イカルガさんがそんな悩みを持っていたなんて。うん、でもなんか気持ちはわかるな。私も卒業した後のことを考えると少し不安になるし。皆さん、私から一つ提案があります。みんなでイカルガさんを励ましてあげませんか？うん、それがいいと思う。でも何をする？そうですね、あ、いいアイディアがひらめきました。すべて私にお任せ。